モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください、はい、そしてなんといってもこのモーニングジャムは今現在ウエストで冬のうどん祭り開催中ありがとうございます、ありがとうございます。冬のうどん祭りといえばこれ、肉がドーン、エビ天がドーン、そして紅白の揚げ餅がビローンというですね、うん、肉エビ天のパワフル福来たるうどん、はい、今年も美味しいですよ。間違いない。年に1回しかこの時期にしか食べられないっていうことですから ね、肉の旨味が染み出したあのお出汁を一口すすって、はい、そしてエビ天さっくりいった後うどんつるつる、揚げ餅ハフハフしながらうどんつるつる、揚げ餅と肉を絡めて食べるとものすごく美味しいよっていうね、そういうメッセージもいただいておりましたし、はい、今回の新しい中地メニューはエビ天イカ天が乗っかった熱々贅沢天ぷらだし茶漬け、略して中地の天だし茶漬けっていうことになってますんで、ほかほかご飯にエビ天イカ天かぼちゃとナスの天ぷらまで乗っけて、野菜は白菜、人参、春菊少々、海苔、ネギ、大根おろしにわさび、そこに熱々のお出汁をかけてさっくり天ぷらいった後サラサラサラさっくりいった後サラサラサラ最高ですね。えさらっといけるけどね、満腹になるんですよね。あのご飯の量はね、ほぼ丼と変わらないぐらい、丼よりねちょっと天ぷらが多めなんで、あの 10g ぐらいご飯少なくしてますけど、ね、はいはい、そこのところも結構厳密なんだぞ。すごい。そうですね、ご飯の量に関してもですね、あーだこーだありましたし、はい、ぜひ皆さん楽しんでいただければなというふうに思います、はい、さあそれではね、あで、あのカレンダーが手に入らなかったら、うん、今度の金曜日朝11時からウエストで一部220円で売るっていうことなんで、どうぞよろしくお願いします、はい、じゃあ今日届いたおもろい家族、今日のこの時間はこれから行きましょうか。めぐみさん30代の女性の方、中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。うちの4人兄弟の末っ子4歳の息子の話。その日息子は犬のぬいぐるみのおもちゃで遊んでました、うん、そのおもちゃはワンワンワンウィンウィンワンワンワンウィンウィンウィン、ありますね。わかりますかね。わかります、わかります。ウィンウィンウィンっていうのは歩いていってるっていう、うん、ですねですね。今ね腰をフリフリ尻尾フリフリしてます。ウィンウィンウィンワンワンワンウィンウィンウィンワンワンワンウィンウィンウィン、スイッチを入れたままずっとワンワンワンウィンウィンウィンワンワンワンウィンウィンウィン、なんかうるさくなったんで止めてもらおうと息子のところに行って、息子を見たらびっくり仰天、息子すっぽんぽんで仰向けになって、そのぬいぐるみの前足を自分の股間のところに置いていたんです。ワンワンワンウィンウィンウィン、もうメッセージがもう全くなんか予期できなかったですか。予測できない展開。私に気づいた息子はニコニコしながらこっちに微笑みかけました。なんかほのぼのした感じでエロさは全くなかったんですが、男の子はなんてことを思いつくんだと思い、少々将来が心配になった出来事でした。それはびっくりです。何思いついたんでしょうね。ウィンウィンウィン、このウィンウィンウィンになんか俺反応してるっていう。さあそれからすごいメッセージだ。今日ちょっとまとめてすごいメッセージいきますよ。はい、こちら女性の方、お名前はやっぱ控えておきましょうか。中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。うちの家族の話、娘はよく便秘になって座薬を入れなければならないんですが、なかなかその座薬を入れさせてくれない、はい、夫婦で娘をなだめすかし抑えたりしてもなかなか座薬を入れさせてくれない、うん、娘は泣きながら私だけなんで座薬やらなきゃいけないのと訴えて、お父さんもやってよと
旦那はしぶしぶパンツを脱いで私にお尻の穴を突き出しまあそのねその娘さんがしてくれないからはい、はい、お父さんとしても最後の手段ですよ。そういうことですよね。そう背に腹は変えられない。そう娘もなんとかお尻をこっちに向けてくれました、うん、私は何やってんだろうと思いながら座薬を入れるふりをし、うん、しぶしぶではあったんですが娘も納得して座薬を入れさせてくれました、うん、それにしても旦那のお尻の穴というのが剛毛で守られているというか、いやもうそこの描写はいいですよ。書いてあるんだもん、まあ、私はもう本当読むだけのマシーンですよ。赤ペン先生を入れてくださいよ。ここは入れられないんです、はい、もうそれがなんか面白くってそれを旦那に話したら気になるから画像撮ってくれと。いやパシャパシャパシャと何枚か撮って画像を見て夫婦二人でゲラ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 笑いながらその画像を見ました。そこで終わればよかったんですが後日スマホで娘の習い事の先生に見せなければいけない画像があって見せることに、はい、お尻の穴剛毛の画像などすっかり忘れてスマホを立ち上げて先生にパッと見せたところなんと旦那のお尻の穴剛毛アップ画像。慌てて次の画像にしてもそれが何枚か続いてもうカオスでした。先生も笑ってましたが旦那と会うことになるたんびにこのお尻の穴剛毛を思い出すんだろうと思うと申し訳なくって申し訳なくって旦那よごめん。でもパッと見てこれ何かわからないですよねきっとね。わかるのかな。わからない、ね、でもわからないにしても、うん、見ちゃいけないものっていうことはわかるでしょう。確かに、確かにちょっとね何ってすごい本当すごい、あーすごいこういうメッセージはもうちょっと初めてです、はいはい、あまりにも衝撃的すぎて画像見せてしまった連続でっていう連続でこう見せたらちょっとこう動画みたいにいやさすがひどいの、これもいくぞもうついでついでって女性の方、はい、名前は控えておきます。中地小浜ちゃんおはようございます。おはようございます。私は付き合って半年の彼と同棲中なんですが、うん、先日彼が仕事から帰ってくるなり今朝すごかったね鍵返してと言いました、はい、何のことなのか分からずうろたえているとびっくりしたよあの音と言われて青ざめる私。彼は朝早くから仕事なので毎朝布団に入ったまま彼にいってらっしゃい気をつけてねと声をかけ玄関の鍵が閉まる音を聞いて彼の車のエンジン音を聞いてからバル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 大きなものを毎朝かましてお腹の張りを解消させて気持ちよく残り30分ほど二度寝の世界に旅立っていたんですが、はい、その日はどうも朝寝ぼけていたのか彼がまだいるにもかかわらずバル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 彼から牛ガエルがいるかと思ったよ牛ガエルそしたら牛が寝とったひどいと言われて穴が入あったら入って埋まりたいぐらい恥ずかしかったです。20代の頃より18キロ増量した私おならの音も体格とともに大きくなる可愛い音を聞かれたんだったらまだしもバル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 大型バイクのエンジンのような音だったので彼の鍵を返してという発言は半分本気だったそうです。その日以来鍵を返すことなく彼に行ってらっしゃい行った後二度寝して起きて布団を畳んで持ち上げたタイミングでバルなんだこれ
どい話だよな、力が入らない、おもろい家族パート2はお昼12時からということで1曲お届けできないですか、おもろい家族パート2はお昼12時からで、いよいよ今度の木曜日おもろい落語会です。お楽しみに。